皆さんこんばんは。もうたくさんお集まりいただきまして、叩かない、はいはい、ありがとうございます。というわけで、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。どうですか、お盆は。お盆 OK、 お盆 OK、盆 OK、 盆 OK。 というわけで、始まりました真夏の夜、都市よい子濱口優のニコ生祭りということで、このスタジオ、今日はニコ袋、池袋ニコ袋スタジオ、池袋ニコ袋スタジオ、なかなか言うの難しいんだよみんな、池袋ニコ袋スタジオから、いつも奥浜さんがねいらっしゃるから、ちょっとなんか雰囲気違うなと思ったら、僕がなんか MC というかなんか司会をですね、まあ、最近ニコ生会のタモリという、まあ、すっかりとタモリっていやいや、じゃサングラスだけじゃないの、同じの、まあそういう称号を、まあ、タモリさんからまだ許可いただいてないんですけども、今後ちょっとタモリさんの方に申請してみたいなというふうに思っておりますけども、ということで、真夏の夜、都市ロック祭りというのを先日やりまして、皆さん来ていただきましたね。はい、見ている、方どうでしょうか。まあすごく楽しかったですね。なんというか、あんな楽しいの久しぶりというか、なんか初めてぐらい楽しかったですね。人生、まあ、何十年も生きてきたんですけど、そこそこ一番楽しかったっていう、そんな感じがしましたね。まあ、なんて言っても VIP バックステージツアーですね。まあ、まずはスイーツくれないの、なんて言うんですかね、公開収録っていうのをやったんです。でそれが、まあ、なんか盛り上がりまして、スイーツクレーナーの中でも一番楽しかったですね、それもね、はい、先週の日曜日かなんかそれオンエアだったんですね。でその後、まあ、メンバー出てきて、まあまあ、偽都市というか、なんか出てきまして、でほとんど のファンの方々が気づかなかったということで、非常に、辛い気持ちに僕もなりまして、テンションが下がりまして、まあでも楽しく、みんなで X やったんだね、はい、途中から僕も出てきまして、ということでニコ生で、その後、まあ、本番ですよね、始まりまして、ニコ生でも本番放送が始まって、ニコ生でも見た方いらっしゃるんですかね、楽してお茶の間で見た人たちいかがでしたでしょうか。はい、まあ真夏の夜という感じだったんですけど、本当にこう熱いスタンディングの、まあ、肉弾戦なんて僕はよく言ってましたけども、でも熱いながらもなんてほんわかとしたあったかさもあるような、そういうライブで、とてもなんていうかな、気持ちが気合入りつつも和やかな気持ちになって、とてもパワーをいただいた、そんなライブだったんですね。でまあいろんな曲やりましたけども、そうですね、確かにオルガスムもやって、まあ、ドラムはディル・アングレの深夜さんも真っ白な顔して、倒れそうになりながら一生懸命叩いてましたけど、まあ、楽しかったですね。まあ、メンバーもみんな気合い入っててですね、
素敵なメンバーとやらさせてもらって、今回特にカット君という、まあ、以前私のオールナイトニッポンというもう二十数年前の番組に、出ていた中学生の低姿勢前田君という当時僕は名付けたんですが、カット君が、まあ、ギターとバッキングボーカルでとても活躍してくれて、またそれはそれでなんというか、感慨深いもんがありましたね。でそれ以来セイニシングをそのラジオの番組で一緒に共演して以来、まあ、一緒にやったということで、まあライブも昨年やって今年もやりましたから、まあ、恒例になってきましたね。また来年もやってもいいかな。え、髪の毛切った、髪の毛切った。というわけでまた来年もやってもいいかな。というわけで、まあ、来年は僕は司会として、出ていきたいと思いますけど、まあ、ぜひ来年も、ね、やってみたいと思います。ということで、まあ、昨日ちょっと前ですか、おとといですか、うち の、あのよっちゃんなんて番組始めたらしいんですよ。これとしちゃんに対抗したってことです。完全なもうとしちゃんに対抗してよっちゃんっていうことだったんだそうです。ディナーショーもねやって、よしきさんも大盛況だったようで、まあやっぱりこうずっとレコーディングをやってますので、やっぱりこうたまにはやっぱそういう皆さんとこう触れ合わないとね、なんか辛い気持ちになってくるんですよ。やっぱりこう音楽ずっとこうやってるとね、まあ、もちろん作るってことは素晴らしいことなんですけど、そのでもやっぱりこう音楽の制作にこう集中してますとなかなかこうなんていうかな、めいることもあったりして、非常に厳しいこうチャレンジングみたいな、やっぱり自分のこう殻をぶち破って、やっぱり自分の可能性をさらにぶち破って、こう何かその先のものを目指しながらこうやってるもんですから、まあ、非常に厳しいレコーディング、まあ、辛いとは言いませんけども、まあ、そういうレコーディングを、まあ、彼も、まあ、僕なんかよりもはるかに長い時間ずっとやってたんで、まあ、そういった意味では YOSHIKI も、ね、皆さんとお会いしたり、またコンサートをやることでまた一つこうさらに今後のアルバムの最終仕上げに向けてね、まあ、エネルギーを皆さんからいただいたんじゃないかなというふうに思っております。前回、まあ、彼と YOSHIKI と一緒にロンドンの方でね、一緒に、まあ、今度の来年のウェンブリーアリーナの、ロンドン公演ですねの発表を、まあ、ロンドンでしたんですけども、まあ、その時に確かニコちゃんもつながっていて、僕はちょっと知らなかったんですよね、ニコちゃんがつながっていることで。控え室に突然なんか超ハイテンションでYOSHIKIが入ってきてですね、なんだかよく分かんなかったんですけど、まあニコちゃんに出てたという、結果出たということになりました。まあいろいろそういうつながりがあって、そして7月20日も放送していただいてね、まあ僕もYOSHIKIも、まあ、それぞれのトシちゃんよっちゃんっていうなんかそういう番組もなぜか持つようになりまして、まあニコニコさんには大変お世話になっているということでございますんで、まあ双方とも今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。ということで、まあいつかねコラボはすみれチャンネルですね。すみれチャンネル、すみれちゃんっていたね、すみれちゃんってなんだっけ、サリちゃん、サリちゃんのスミレちゃん、じゃあスミレチャンネルっていうことで、やりたい。略すとスミちゃんになっちゃうけどね。まあそんな感じでございます。ということで、今後はですね、僕の、次なるライブも
決定いたしました。次は10月の、都市バースデーライブですね。まあ今回はもうまたこの後も大阪に行って、もう何度も足運んで大阪に、で食事の、まあ、メニューからまた福袋とかやるもんですから、もう大変ですよこれ本当に。まあ、皆様をいかにおもてなしして満足していただくかということでですね、まあ、料理からもその対応からまた中身までまたそのコンサートの内容も、まあ、非常に吟味して、もう何度も何度も大阪に通ってですねやっておりますので、ぜひ、まあ、おもてなしの心を大事にですね、まあ、僕自身もそれを楽しみ、また皆さんにも喜んでいただきたいなと、まあ、なんせもうこれですから、これですから、だからごちゃいじゃないって言っても、だからごちゃいじゃないって言っても、ということで、まあその、記念の 50th anniversary バースデーライブね、まあ、それぞれこういろんな毎日毎日そのイベントに名前がついてますから、ちょっとそれに即した感じで今内容をいろいろ考えております、まあ、楽しみですね。まあ、一緒にぜひ、僕を祝福してください。大丈夫ですか、はい、僕も祝福されたいです、たまには、はい、ということで、まあ、大阪10月8日8、9、10え9、10、11だっけ9、10、11、12となんと4日間やるということで、このニコちゃん、このあとトシちゃんがありますけど、トシちゃんの中でもなんかチケットも買えるんですよね、優先で、はい、ぜひ、まあ、これもうすぐ締め切ってもうすぐなくなっちゃうと思うので、ぜひ、トシちゃんの方からも、来ていただけたらというふうに思います。もう4日間も本当大丈夫かなと思うんですけどね、まあ、何でもチャレンジングですから、やってみたいと思います。見ている皆さん、今年の夏はどんな感じでしたかね。夏といえばどうですか。やっぱり、あ、海ね、あ、かき氷、僕ね、最近かき氷が好きになっちゃったんですよ。で、またこんなこと言うとあれですけど、白熊くんってあるんですよ。で、いろんな味の白熊、多分白熊くんでもなんかいろんなのが出てるんですよね。で、いろんなの食べたんですけど、なんかマンゴーがいっぱい入ってるやつがあるんですよ。それを、まあ、ほぼ毎日、まあ、日本にいる時はほぼ毎日食べておりまして、ちょっと医者に行ったらですね、何か冷たいものを食べてませんかって言われて、先生に怒られてしまいましたので、ちょっと控えようかなっていうふうに思いますけど、でもかき氷おいしいの、初めてこんなかき氷おいしいなと思った、もう人生の中で、あんま食べたことなかったんですけど、かき氷はおいしいですね、はい。まあ、これからいろんなかき氷、今なんか天然で作った氷のかき氷とかあるんでしょ、なんかそんな噂聞きまして、ちょっとそういうのもぜひ食べてみたいなと思うんですけどね。まあ僕は、まあ、この夏、まあ、本当に忙しく過ごしました。で、まあ、8月というとね、まあ、こう終戦のなんというか、終戦のテレビ番組とかやっぱたくさんやってました、戦争の番組ね。それからそういうのをなんかすごく多く見る機会が今回は持てて、いろんなことをこう考え
させられました。まあ本当にね、胸が痛むというか、そんなあの薄っぺらい言葉ではなかなか言い表せないんですけども、でもやっぱりそんないろんな方々の、うん、その先人たちのというか方々のいろんな苦労や犠牲や思いがあって、やっぱり今僕たちがこうしてね、あの本当に、まあ、ある種自由や平和を自分でこう、つかみながら生きていける時代になったんだな、本当にありがたいなというふうに、なんというか、感謝の気持ちが湧き上がってきました。だからなんかまあいろんなことありますけどね、やっぱりそういう時代の方々のことを思うと、やっぱりまあなんというか、あの弱音も吐いていられないし、甘いような生き方をしているので、まあそこ、そういう人たちのそういう思いもこういろんな時には思い起こしながら、いろんなことがあればまたそれを乗り越えて、何か少しでもそのいい時代を作っていくことに寄与できるような、また活動をこれからしていきたい、まあ、そんなことを今回、まあ、改めて、思った次第でございます。ということで今日はね、まあそんな思いをこう歌に込めて皆さんに聞いていただきたいなというふうに思ったもんですから、ちょっと歌いたいと思います。じゃあそっちに行っていいんですかね。はい、近いな、近い感じがします。じゃあでは、まあ何歌おうかいろいろ考えたんですけども、今日はそんな思いを込めてジョン・レノンのイマジンという曲を聴いてください。
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, brother. ということで、じゃあね、今日は皆さんに、先日の7月20日の、模様から一曲ここで見て聞いていただきたいと思います。その後はいよいよ浜口さんの登場です。ではその前に、7月20日真夏の夜都市ロック祭りより、サディスティックデザイア。
サディスティックみたいな、まああのなかなかね良かったですよ。今の映像もかっこよかったね。まあ自分で言うのもなんだけど、メンバーの皆さんもかっこよかったし、ギャップすごすぎってどういうことだか分かりませんけど、なんか今の僕は変みたいなんじゃないですか。それじゃあギャップはないよね別にね。ない、ある、ない、ある、どっちやねん。というわけで、では皆さんお待たせしました、この7月20日もですね、参戦してくださいました、今日はスペシャルゲスト、よい子の浜口さんです。どうもよろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。わあすごい、ありがとうございます。こんばんは、よく浜口です、よろしくお願いします。どうもどうもよろしくお願いします。ありがとうございます。なんかほんまタモさんみたいな感じになってますね。いやいやそんなことないですよ。こういう感じで。そんなことないです。よろしくお願いします。まだいい T シャツ着てるじゃないですか今日は。これもそうですね、この前の豊島メロディー720に、ね、はい、来ていただいたんで、ありがとうございます。豊さんからいただいたんですよ、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。前今日のために、はい、ありがとうございます。初おろしです。おろしました。はい、おろしました今日に。ありがとうございます。いやもう浜口さんとは、まあ、はい、一番最初に僕がお会いしたのは、あれめっちゃゆるの時でした。めっちゃゆるですね。去年、あれあれ今年ですか。いや今年じゃないですか。今年ですか。はい、今年で、今年です。めちゃゆるの時に、はい、番組の時にね、はい、ご一緒、あの岡村さんと僕がなんかレコーディングしてたところに皆さんが突然いらっしゃった時ですね、はい、そうです、そうです、はい、その時に僕は初めて、まあ、もちろんテレビではあの拝見してたんですけども。知ってはったんですか僕のこと。はい、それでもちろん知ってますよ。それで、はい、だって業界一のモテ男ですね。やめてください。いやいや、なんか一番モテるって聞きましたよ。そんなことはないですよ。いやだからちょっと秘訣を聞きたいなと思ってね。どうしたのか、モテあるでしょうね。いやいや僕はもう全然こんな女性はいないですよ僕。いやいやいや、あの女性というか何と言いましょうか、あんまり映さないでください。素敵な方ばっかじゃないですか。いやもう素敵な方ばっかりなんですよ。お茶目です。ね、可愛い方ばっかりで、ね、もうワクワクドキドキしちゃいますよ、ね、ということで、 そうですね、その時が初めてで、はい、それでその時に、あの以前に、はい、あのまあ、その番組で、あの YOSHIKI のモノマネっていうかそのギャグをやらさせていただいてたんですよっていう話から、あ、そうなんですかっていうことで、実はっていう話から、そこから盛り上がったんですよね、はい、そうですね、はい、めちゃイケの前の飛ぶ薬っていう前身番組がありまして、若手の時深夜番組やってたんですけど、そこでなんかこういろいろキャラクターをやるって中で、僕はXJAPAN の YOSHIKI さんのモノマネというか、なんかあの雰囲気キャラクターを、はい、真似させていただいて、化粧とかなんか美学とか言うんですよね。そうです、はい、あの当時 YOSHIKI さんがよく美学という言葉を使ってたんで、はいはいはい、何を言われてもこれが僕の美学やからっていう学生みたいな、そういう学生がいるっていう設定で、はい、なるほど、やらせてもらいましたね。ってことはもう割と早い時期から、まあ、我々の曲を聴いていただいたということですか。はい、もうあの学生自分から好きやって、でそれをあのスタッフに話したら、まあ、そこでじゃあ好きだったらちょっとやってみようみたいな感じのことでコントにつながったんですけど、うん、はい、もうそうですね、高校1年生か2年生かこうなるあたりぐらいですね。高校1年生から、はい、X っていうすごいバンドがいるから聴いてみてみたいな感じで、うん、当時カセットテープですよ。そうですね、カセットテープでもらったんです僕は。まだテープの時代でしたもんね、はい、でその中であの、まあ、僕その時ってあの歌謡曲とか、はい、ロックとかって聞かなかったんで。あ、そうなんですか。聞いたことなかったんですよ、はいはいはい、なんであのそのそういうロックとかあのヘビメタが好きってその子が言ってましたけど当時、からちょっとあのこの紅っていう曲がやっぱすごいから、うん、あの多分浜口でも好きになれるから聞いてみてっていう感じで、うん、そういうこう歌謡曲とかしか耳にしてない人でもかっこいいと思える曲があるから聞いてみてって。なるほど。それを聞いてもうドハマりですね。それが16歳17歳ぐらい、はいはい、うわもっと聴かせてくれみたいな感じで。そうですか、はい、ね、それ以来もなんかずっとファンでいらしてくださって、ね、そうですそうです、この間もありがとうございました。もう忙しいのにわざわざライブまで来ていただいて、ちょうど参戦させていただきましてありがとうございます。ちょっと仕事であの僕ちょっと3曲目のそうなんです、ね、サディスティックデザイアからあの入ったんですよ。そうなんですよね、はい、でもこう
会場を歩きながらサディスティックデザイア聞いた時もう鳥肌立ちましたよ歩きながら聞いた、はいはい、わ早く早く行きたいみたいな感じでそうですか、はい、ちょっとねなんかいくつかの僕が見たカメラにちょうど浜口さんが映ってらっしゃって、ええ、はい、結構あのうちわでこうやって振ってこうやってやってた画像はちゃんと映ってましたそうですか、はい、一応2階でもこう応援してくださったんだなっていうのは、もちろんです、あのロード製薬の社長がいらっしゃってその隣あたりトムさんよくおっしゃってましたもんね、はい、そうです、あの大好きな社長さんが来てそ, う そ, う そ, う そ, うその実は隣に浜口さんが座った、僕いたんですよ、はい、やたらトシさんがこっち見てはるから僕に気づいてくれたんやと思って、うん、僕必死にこって振ってたんですけど、うん、あのロート製薬の方見てた社長さんですいやいや本当にありがとうございました。でも後で気づいてくれたんですね、はい、もちろんもちろん、だからあのうちはめっちゃいいですよ。いいですか、あの座ってても自然にこう触れるんです、うん、触れるでしょ、はい、あれ考えたんですよ、もうあれすげえいいです。あ、今もね振ってはる人いますよね。あ、持ってるね、はい、そうそう、あれこれを考えてどうしようかなと思って、どうしたらみんながこう参加し、前回、はいはい、あのこう何ていうんですか、こういうスティックみたいな、はい、ペンライトみたいなのでやったんですよ、はい、で今回はちょっとそれ同じにしようかと思ったんですけど、まあ、なんかちょっともうちょっと祭りだからと思って、あれ祭りってタイトルつけたんで、はい、ちょっとあれ良かったですね。なんかちょっとこうね、乗り関係者席ってこうなかなか乗りにくいじゃないですか、乗りにくいという感じが。で前回2階席がそれで乗れなかったんです、なるほど、はい、なので2階席も乗れるようにと思って今回はちょっとあれしてみました。あれ結構こう周りにこう知ってる人がおって、なんかこうスティックでも振ってるとなんかちょっと気恥ずかしさがあって、関係者席だとね、うん、あのうちわやと、うん、ちょっと今暑いから仰いでますよっていうノリでこのままこういけるんで、ね、このまま縦にっていうあれめちゃくちゃいいアイデアですねそうですね、はい、まあ、よかったです、ありがとうございました。よかったです本当に、はい、まあ、今日はねいろんな、はい、質問とかも来てるので、はい、僕はやっぱり僕は一応音楽の世界じゃないですか、はい、でやっぱりこうまあ、お笑いの世界を目指されて、はいはい、まあ、今こう一応何ですか、こうトップのこうランクの中にいらっしゃるじゃないですか。なんとかギリギリ出してもらってますから。いやいや、でもやっぱそういうのってやっぱすごいなと思うんですよね。そうですか、はい、やっぱりいやすごいですよ。まあでもそうですね、こうなりたいって言ってなれるもんじゃないですからね。確かにならせていただいたのは嬉しい話ですね、はい、でやっぱりすごくライブもやってらっしゃるし、はい、まあ、その何ですか、ステージもはい、毎年というかちゃんとこなしてらっしゃるじゃないですか、はいはい、単独ライブとかも結構やらせてもらってますね、はい、あの鈴木治さんが僕の、後輩なんですけど、ね、そうみたいですね、あの高校の後輩の鈴木さんが結構一緒に仕事されたりするんですよ、はいはいはい、もう若手の時分から鈴木治君とは、はい、一緒にライブやらせてもらってますね。そうなんですよ、はい、っていうそんないろいろなつながりの縁もあって、まあ、なんかちょっとそういう、なんていうか、はい、僕はどうやってその何ていうかな、その、まあ、ここまでこう来た、はい、成り立ちってあるじゃないですか、はい、そ、子供の頃からやっぱりこうなんかお笑い芸人になろうと思ってこう来たんですか。いや、子供の頃は僕小学校6年生ぐらいの時は探偵になりたかって探偵なんだそうなんですよ、うん、あのテレビでこう探偵物語と松田優作さんの探偵物語とか見て、あんな風にこう自由というか、うん、かっこよく生きたいなみたいな感じが小学校6年生やって、小学校6年生の時にじゃあなんか卒業文集なんかには探偵って書いたんですか。卒業文集は、うん、はい、僕は探偵になりたいですって書いてあって将来は浜口探偵事務所を作って浮気調査がしたいですって最後締めくくってありましたなんて情けない夢やみたいなそれ中学の時で、それ小学校です。小学校の時に探偵、はいはい、で中学になってからちょっとやっぱ冷めたんですよね、うん、なんかこう怖い先輩とかもこう校内暴力とかみたいな時代、あ、そういう時代だったね。で体罰とかでこう入れ替わる時期やったんで、うん、先生が強くなるとかっていう時期で、なんかあんまこう表現できひんかって、その時はもう中学時代の時は閉じこ、なんかもうサラリーマンでもなれたらいいかなみたいな感じだった。割と平凡な感じになって、はいはい、考え方が。で高校生はバンドです。もう絶対バンドマンになりたかったです。あ、そう、はい、X の影響で。もちろんです、はい、それはやっぱりボーカルですか。ね、本当は楽器やりたかったんですけど全くできなかったんで、うん、まあまあボーカルでもやれたらなみたいな感じでしたけどボーカルでもやれたら、歌も上手くないしでも本当にもうクラス中が、うん、みんながバンドマン目指しました。女子も男子も。そうなんですか。っていう中でもコピーバンドだらけでみたいな感じでした。すいません、もうなんか悪い影響を与えてしまって。でも本当にXJAPAN のコピーバンドっていうのは、うん、あの難しすぎて、うん、いなかったんですよ。なんかそういうこと聞きますね。確かに難しいんですよ。もうね、うん、簡単に学生がパッとできるような感じじゃなかったんですよ。
まあね、でも結構カラオケでは歌うらしいじゃないですか。カラオケではそうです。噂に聞くと点数叩き出すみたいじゃないですか。なんかね、あれ知ってます、どうしたカラオケで入ってて、うんうん、X の曲ってもう原曲キーに合わそう思ったら6個ぐらいぶわって上上げなあかんっていうの。あ、そうなんですか。そうですよ、はい。それを原曲で歌うんでしょ、だから原キーで。あのね、普通にやって歌ったら全然キーが合わないんですよ、うん、でも原曲に合わせてなんか低く歌うとなんかピターッと何だぜかハマって80点ぐらい出るんですよ。おおとかって。でも聴いてる人は全然楽しくないですよ。棒読みたいな。オクターブ下げて、なんですか、なることってあるんですね。そう、あれって機械がそうなってんのか。機械がオクターブ下げてもじゃあ反応するんですね。なんかわかんないですけど、それでピタッとハマる時があるんですよ。そうですか。じゃあ今度第一交渉の人に聞いておきますよ。はい、お願いします。そうですか、ありがとうございます。なかなか歌えないですけどね、はい、じゃあちょっとこの公式ニコ生はここまでという今テロップが出ましたので、はい、ここからはトシちゃんで、はい、あ、皆さんともさよならですね、ここで。あ、そうなんですか、はい、じゃあ皆さんトシちゃんで今日はありがとうございました。またお会いしましょう。すごいファンの方が、はい、じゃあトシちゃんに移行しますよ。このままもう移行してる。あ、もう移行してる、はい、あ、皆さん見れるんですか。あ、見れない。あ、閉める。あ、そうなんですか。ひどいことしますね。どうもありがとう。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。